今からダイソーの USB ミニスピーカー300円の、まあ、税込み330円のミニスピーカーをギターアンプに改造する手順をご紹介します。まず見る前にぜひ、いいねと、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、今回はこの USB ミニスピーカーダイソーで300円、税込みで330円ですね。これをギターアンプに改造する方法をご紹介します。とても簡単なので、ぜひお試しください。完成品はこんな感じです。後ろにジャックをつけて、あと中身の配線をちょっと付け替えてるだけです。では早速改造に取り掛かります。箱から出しまして、袋から出しまして、で、こちら、L と R、右と左のスピーカーが2つ入ってるんですけども、使うのはこちらですね。このボリュームのついている方、こちらだけ使います。このドライバー、この長いドライバーが必要ですね。こちらを用意してください。100円ショップでも売ってると思います。プラスのドライバーですね。ちょっとちっちゃめの。で、ネジ。で、ネジ外すとこう簡単に開封できます。改造に必要なパーツはこのジャックですね。モノラルジャック、これが1個で大丈夫です。でもこういったちっちゃい形の方が、ちっちゃい形のモノラルジャック、これステレオなんですけど、こういった形のモノラルジャックもありますんで、こっちの方がいいと思います。で、今回はまあモノラルでいきます。で、これ1個だけです。ネジを外して開封しました。そうしましたら、この中のアンプが入ってますけど、このネジを外して、この基板を取り出します。先ほどより少し太い、大きいドライバーが必要になります。で、取り外せますけども、ここが樹脂で留めてありますので、これをマイナスドライバーか何かで外してください。ちょっとこじれば簡単に取れると思います。そしたらコードを少し出してあげてください。で、この樹脂は取っちゃいます。で、この配線をハンダーで外していきます。この VCC とグラウンドは外さなくても大丈夫ですね。で、このように外しました。コードをほどいて、いらない方のスピーカーを外しちゃいます。で、こっちのいらない方のスピーカーは外して OK です。このスピーカーは別に他に何か使えるんで、なんか有効活用してみてください。で、束ねてあるこちらも外します。
これを裂いちゃって、こっちの方、こっちの方のコードは使わないんで、取っちゃって大丈夫です。そうしましたら、この、ここ。ここ。ここのプラスにスピーカーの赤い線。ここにスピーカーの黒い線をはんだします。ハンダをつけました。モノラルジャックの配線をしていきます。このこっちですね、この飛び出てる方、高い方に赤い線、5センチもあればいいと思います。で、赤い線をこっち、こっちのグラウンドの方を予備ハンダします。はい、こんな感じにつけました。黒い方の線をグラウンド、赤い方の線を L にはんだします。はい、はんだしました。で、この状態で一回ギターをつないで試してみます。で、このままだとすごくギターの音が小さいので、動いてるかどうかスピーカー触ってみてください。振動してれば来てます。一応確認のためにオーバードライブペダルをつなぎます。出ました。次はジャックに穴を開けます。ジャック用の穴を開けます。ケースのこの部分ですね、ここに穴開けたいんですけども、一応マークします。下から20mm、 横から15mm、ここに穴を開けます。で、リーマーでジャックのサイズに広げていきます。
で、こう入りました。アンプを取り付けていきます。ジャックは後からのがやりやすそうです。かなりタイトなので、もう少し穴を広げます。入りました。少し大きめに穴開けてもワッシャーで隠れるので、隠れるので問題ないです。で、ボリュームはマックス。で、蓋をつけます。で、ネジを、ネジで固定、蓋を閉めます。はい、完成しました。じゃあ、ここで音を出してみましょう。電源を挿して、オーバードライブのエフェクターをつないでください。音を上げすぎないように。かなりでかい音が出ます。ボリューム、スピーカーのボリュームはマックスです。音量はエフェクターのレベルで。ギターのボリュームでコントロールできます。どうでしょうか。とても簡単に改造ができますし、なかなか面白いいい音だと思います。で、エフェクターはいろんな種類ありますけども、できればこのレベルをかなり上げられるエフェクターのが、コーンくらいというか、こう、スピーカーが震え上がるような、こう激しいディストーションというか、そういったものが楽しめますんで、いろいろエフェクター試してみてください。ぜひ、いいねと、チャンネル登録よろしくお願いします。